セントヨゼフ女子学園高等学校、中学校は三重県津市半田にある私立中高一貫校。現在は三重県内で唯一の女子高校である。中高一貫教育を行っているが、高校課程からの生徒募集もある。しかし2014年現在、高校課程からの入学者人数は少ない。カトリック学校で女子校であり、5月にマリア祭、10月に ウォーカソン、11月に追悼ミサ、12月に合唱コンクール、クリスマスページェントという行事がある。なお、ウォーカソンに関しては、本来のものとは異なり、歩く距離によって契約した人から募金を募るという、特有のシステムが存在する。合唱コンクールは、聖歌キャロルなどを歌う。クリスマスページェントは聖劇で別に朗読者や合唱隊が存在する。 制服は公式サイトで確認ができるが、緑の清掃とそうでないチェックのスカートと2種類に分けられる。リボンは中学生は赤、高校生は茶である。夏服は中学生が銀ガムチェックのワンピース、高校生は白のセーラーとなっており、上下真っ白の制服は全国でも珍しい。私立ということもあり教員は卒業生が多い。 黄色のスクールバスが3台存在する。その他、三重交通バスが近鉄津新町駅からの直通バスを出している。自転車通学も可能だが近鉄津新町駅からの自転車通学は禁止されている。部活数は多くない。入学希望者で入りたい部活が決まっている場合、存在するか確認が必要である。ありがとうございます。